バツ印になっている絆創膏、どこかで見たことありませんか？ラブーンですね。確かに、まさにじゃん。まさになんです。まんまだ。ワンピース1129は発売でーす。小田先生、更新ありがとうございます。いやー、考察は難しかったですね、正直なところ。あ、ちょっとできなかった。いや、できましたね。できました、できました。俺が考察しちゃおうか。やめてください。いい、いい肉でしょ。はい、美味しそうな肉が出てくる回です。いや、美味しそうな肉実際には出てきてましたかね。どうでしたかね。いやー、まあ微妙。ずるいな。まあもちろんね、ルフィのトットギアフォースとか注目ポイントもありましたが、今回ね、独自に注目したのはナミの動向ですね。1129話でナミ離脱のフラグが立ちました。目次発表します。新章アラバスタ編、太陽神の正体、敵が仲間になる、以上の目次の発表をしたいと思います。師匠、この目次から話していきましょう。1129話で太陽神と呼ばれる人物の素顔が明らかになりました。惜しかったね。なんかさ、考察にしてなかったけど、新巨兵海賊のハイルディンとかと靴似てるから、そう、そのメンツなんじゃねみたいな話してたもんね。そう、まあ、これはね、言ってないから。うん、言ってない、後出しだと思う。まあでも僕の口からこう言えばね、うん、多少はまあそうですね。竹は自分に言い出したのね。嘘つけって言えばね。まあこれ後出しと言われてもしょうがないので、まあ、ここはね、はい、しょうがないね。自分の実力がなかったということで、うん、今回はそのエルバクにフォーカスを当てた考察をするというよりか、うん、エルバクという本題に入る前の序章、今現在1126話から1129話の話に注目して考察をしていきたいと思います。おー、ナウね、ナウに注目ね。そうなんです。今を生きろと、あれほど言ったはずじゃクザーンってガブも言ってましたからね。僕はこの1126話から今現在1129話のエルバクに入る前の部分で、アラバスタ編のアラバスタ王国に入る前、いわばラブーンからドラム王国の部分を小田先生は密かに匂わせているなぁと感じているんです。アラバスタ編、この目次を話していきましょう。まずは最新集のところから話していきましょう、はい、こちらをご覧ください。そんなバカな、あの凶暴な肉食ウサギグルトバニーが、このセリフですね。グルトバニー、その特徴は凶暴な肉食のウサギ。これと似たものが実はドラム王国で描かれていたんです。それがこちら。これはドラム王国に生息していたラパーンというウサギの一種で、その特徴は肉食性で非常に獰猛な、このようにグルトバニーとラパン、特徴がウリ2つです。言われてみればいい。そんなグルトバニーはこんな姿になってしまいました。これですね。大きな骨だけの姿、これも既視感あるんですよ。それがこちら、リトルガーデンの骨ですね。リトルガーデンは初めて巨人族のドリーとブロギーが登場した島、巨人族のショーに入った今、これも意図的に匂わせていたりするんじゃないですか。なるほど。他にも1127話時点では麦わらの一味イーストブルー組のみが登場していましたが、1128話ではこのようにチョッパーが遅れて合流する形になりました。これもドラム王国でチョッパーが仲間になる流れを感じさせているようなんですよ。言われてみればそうだね。まだありまして、1126話で麦わらの一味はアブさんという度数の高いお酒を巨人族に振る舞ってもらうというシーンが描かれた、うん、アラバスタ編の方では言うとウイスキーピークでバロックワークスにお酒振る舞ってもらってましたよね。なるほどね。ここもなんだかリンクのような感じがしてきますね。それを踏まえて次に注目してもらいたいのが、今キーとなっている人物、太陽神と呼ばれる人物について。太陽神の正体、この目次を話していきましょう。太陽神と呼ばれる人物がつけてるこの仮面、これに既視感があるものが神の騎士団やエルバフの家に飾られているものとそっくりだという話をしましたが、今回注目してほしいのは小田先生の宝物です。まるで太陽神と呼ばれる人物の仮面はこれをモデルにして描いたのではないかと考えるほど似ているんです。この小田先生の宝物にはおでこに絆創膏が貼ってますよね。これは小田先生が貼ってあげたみたいです。小田先生が殴って怪我させたから。いやいや、そういうわけじゃなくて、なんか意味を込めて貼ったんでしょうね、もともとね。この×印になっている絆創膏、どこかで見たことありませんか？ラブーンですね。確かに、
まさにじゃん。まさになんです。まんまだ、ね、ラブもアラバスタ編序章で登場している。ここも繋がってくると。しかもラブーンのお腹の中ってリゾート地になっていました。あ、そうね。今回キーマンの太陽神と呼ばれる人物も独自が楽しむための土地を作っていた。なんかニアピンですが、独自の土地があるという面では僕は似ているように感じるんです。確かに確かに、自分のなんか世界観があるみたいなね。このように上げていくとキリがないくらい、エルバフ編序章とアラバスタ編はリンクしている部分が多いんですよ。おもろいね。このリンク構造、僕はどのように捉え考察したのか、それを次の目次で話しましょう。敵が仲間になる。この目次を話していきましょう。今回1129話で太陽神と呼ばれる人物が誰なのか明らかになりました。この人物は新挙兵海賊団のロードという人物。この人物実は1129話が初登場ではなく、扉絵で描かれていたりするんですよね。これはお前らのレベルじゃないと気づかないよ。俺は初登場で、まあ、その扉絵があったから、これロードなんじゃねっていうような話が出たっていうところに繋がってくるね。この人物、ロードの設定は航海士なんですよ。今回話してきたエルバフ編序章とアラバスタ編序章はリンクしている部分が多くあるということ。さらにロードが航海士という情報をもとに、アラバスタ編序章で起きたある大きな出来事2つに注目しました。それは敵が味方になったという前例と、ナミが病気になったという点です。ほいほい。アラバスタ編序章で敵が味方になったというのはビビのこと。ビビははじめバロックワークスのミス・ウエンズで敵として登場しました。その後仲間になったというわけなんです。確かに忘れがちだけどそこあるよね。そしてアラバスタ編序章では、ナミはケスツヤという感染症にかかり高熱を発症しました。今回僕はこの2点に注目したんです、はい、エルバフ編でここもオマージュされてるとしたらどうでしょうか。ロード現在は敵ですが、キャラクターと実力的に脅威には感じないし、ルフィに至っては嫌悪感を感じていない様子。さらにロードは航海士。もしナミがアラバスタ編序章のように病気などを理由に離脱するような展開がもし起きた場合は、ロードが航海士という設定も効いてくるんじゃないですか。なるほどね。敵が仲間になるっていうビビがあったからってことね。そういうことですね、はい、まあナミが抜けてロードが航海士になるという話ではなく、うん、まあナミがねこういうような病気になって一時的にロードが航海士として役目を果たすとか、うん、っていうような展開が僕はあると思いますね。まあ全然ありそうだよね、そういうのって。やっぱそれにね、このケスチアというナミの病気に注目すると、アザがまるでエルバフで信仰する太陽の神のマークと同じように僕は見えるんですよ。こういったところでもエルバフとアラバスタ編の序章はリンクしているのかなっていうことが考えられるんです。なるほどね。小田先生は全て意識して描いている。だからこのような考察が出来上がるんですよ。なるほどね。だからつまんねえ今とか言ってるやつは甚だおかしいと。おかしいですね、正直。お前らの読む能力が低いんじゃねえか。いや、まあそこまでは言ってないですけど、俺見せたら楽しいぞ。なんで、お前らみたいなやつはなんか進まなくなったなぁ。やめてください。言ってるけど、そう、見方が悪いんじゃねえかっていうのを今日伝えなかったみたいです。いや、そういうわけじゃなくて、あのね、あ、全然進まねえやじゃなくて、過去に描いたことを思い出したりすると違った楽しみ方もできますよ。それが俺は考察になってますよ、うん、っていうことですね。まだ意味ないことはしないってことだよね。そう、小田先生は意味ないことは描きませんと断言してます。それが全てです。なるほど。ということで、この動画がいいと思いましたら、いいという意味合いも込めてごちそうさまですとコメント欄で書いていただいております。皆さん使ってください。よろしくお願いします。考察面白かったら学校や商工で僕たちを広めてください。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイ。